全員が全力で働いているといざという時に対処できなくなってしまう。2割の予備を持て。これ教訓。楽しくやってるキリュン。アップル。夜の予定もびっしりだよ。夜更かしもたまにはいいんじゃない。たまには毎日やってる。あれ、じゃあこの3つ余ったのか。よし、売ろう。金に変えよう。あ、アリがここ穴掘ったら位置変わっちゃった。潰せ、ひゃー、潰せ潰せ、力の限り。明日売ります。邪魔めっちゃ邪魔。尻尾ばっかりやな。まあ明日だけで5万円ぐらいになるだろうこれ。そうだね、とりあえずね、花びらを10個集めてしまって作ろうか。なんかいる、タガメがいる。タガタメだ、タガタメだ。ん、これはタガメを捕まえた。水中のギャング刺されたら超痛い。逆か、ここ。よし、ナイス。俺一発目ミスったことは内緒だぞ。ほっ、あと一個。とぼく、とぼく。よし、さあこれでできるでしょう。作れる。お花見セット、お花見セットができた。これはね、あの桜の下に用意するのが当然だ。お花見、お花見。ねえ、お、人面がいる、人面が。俺のね、田舎はね、あの花見っつってもなんていうか、普通に山に咲いてるだけだから、花見客がいっぱいになることもないから、ある意味安全だよ。もう結構桜咲いてるとこ多かった。よし、お、これは多分濃いかな。錦鯉は美味しかったね、値段的に。普通の鯉は安いんだけど。お、錦鯉、こいつはうまい。4000円ね。よし、じゃあここに、ここでお花見をしよう。うん、桜は盛んだみゃあうまい。ジュース、ジュースとは限らない。桜はね、あのこのここにあるから、まあギリギリオッケー。どうもどうも。キャンプサイトを作ってよかった。あとは出汁島の評判を上げていくだけ。大丈夫ですよ、たぬきさん。トタケケライブの目標、うん、なんとかなるんじゃねー。頑張るだな、もう。お、次あるんだ。お、プロジェクト系の最後のお仕事。両方からの評判を集められなかった今、やるべきことは評判アップ。ほうほう。
移住者を増やしつつ島の景観を整えてダッシュ島を最高の魅力、これ最高状態維持するやつじゃない、植物や家具で島の景観をいい感じに整えていこう。あー、ちゃんと考えなきゃいけないのか。適当に置きまくってるけどそれで評価してくれないかな。島の評判をお尋ねください。島の評判、ではまずね、島の内外の方の声をね、5段階評価、発展度、自然、魅力の3つ、住民の数、施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく飾られた景観。一つ星っすか。密かに注目している存在、急に有名になられると寂しいですよね、だからみんなには内緒だよと。ある意味喜んでおられますが、住民が少なかったり話題性がないと評判は得られません。この方ばかり、ね、まずは住人を増やそう。なるほど、そろそろ放置はやめなければいけない時が来たのか。とりあえず島ガチャ、アルスティックか、島ガチャに一回行ってこよう。アイテムはそれなりに空いてるな。おい、頼むぞ。島ガチャじゃ、島ガチャじゃ。心の準備はいい。行くぞ、行くぞ。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、あ、レッツゴー、グッドラック。さあ、あ、竹島だ。グッドラック。お、住人もいる。コアラ。コアラっていうか泥棒のおっさんかな。ゴンゾー。踊りだ。俺はゴンゾーだぜ。ダッシュ島から来たとか覚えとくぜ。うちの島来ない。そういう時あるよね。そう、このエセ泥棒でいいか。へんてこないいい島だよ。たぬきさやりに連絡すればいいのかね。とはいえ一回自分の島に戻って荷造りしなきゃな。まあコアラだったらいいんじゃないですかね。うちの島も竹あるよ。おお、ごっついのいる。あん、すごいのいる。上からの方がいいか。なんかすっげーのいる。はん、これは与那国さんを捕まえた美しいのか怖いのか、ガーかな。蝶かガーかちょっと分かりにくい。そして竹だな、え、竹の子まみれっぽいな。おう、これも、これ半妙法蓮華経か。虫島？
あっと壊れるの早い。あーちょっと待って、材料持ってきてないんじゃない？あるわ、よかった。スコップじゃなくて網。鉄鉱石もあったっけ？あるな、よかったよかった。網回収。メッセージボトル。ハンドメイド大好きの弥生ちゃん。誰だろう弥生って。積み木。ふむふむ。積み木のチェスト。さすがにここで卵は釣れないよね。船虫いるけど、まあ船虫はもういるからいいかな。思ったより上行きすぎ。よし、まあカレーか。これもカレーっぽいんだよな。おお。ん？これはミノカサゴ。ヒレに毒があるから触ると危険。カサゴ。あれ？卵あんの？予想外です。卵あんのか。普通に卵出るじゃん、島でも。タケノコ。ぶっちゃけね、こいつ1000円なんだけど、いらない。なぜかね。竹1500円で確か売れるから。竹持って帰った方がいい値段になる。まあ、鉄鉱石は多くて困ることはないから。卵ばっかりじゃねえか。食べるかな卵。わしが腹を痛めて産んだ卵じゃ。まあヨッシーだってね。うおう。シュコップ。作れる。よく壊れんな。
んなことならオレンジをいっぱい持ってくればよかったぜ。ムカデしまった、あの石回収せずに始めちゃった。まあいいや、鉄鉱石いっぱい、これは美味しい。卵っていくらで売れるんだろう、確認しなかったな。あ、回収、花持って帰るか。これどうなるんだろう。ち、逃げられたな。2個、ダメだね、1個丸々使っちゃうのか。2とかになってくれるんならいいんだけど、花もいるとか言われちゃったもんね。竹はね、いいねで売れるんだよ。半妙だらけだ。でもね、半妙を捕まえるより竹持って帰った方がいいんだよね。何が一番安いだろう。この卵実は高い可能性あるからね、それも怖い。白いユリ、赤いユリ、黄色いユリ、まあ3色でいいか。ユリちゃん、ヤシ食った方がマシかな。卵食おう。あら、一平だ。帰ろ。黄色と赤と白、黄色と赤と白あるな。あと3つ。4つ目。いやー、おいしい。割とすっきり。ってことは、ここで魚釣っても卵の可能性あるな。持って帰れない分は散らせ。散らない、強い。やっぱ野に咲く花は強いな。お、よえ。野に咲く花のように人に踏みにじられてく。ぴょっ、飛べ越前。強い、花が強い。ベイビー、僕帰る。キャプテン、OK だ。
帰りたい。帰りたい、帰りたい。あったかい我が家が待っている。帰りたい。ただま。ふう、帰ってきた。ふう、いいと。とりあえずね、新作をプレゼント。まずはタガメ。タガメ。水中で生活しておりまして、カエル、大きな魚なども食べてしまう、強い。大きな前足を上手に使って蛇をも仕留めてしまうワイルドさ。水中のギャン。カメムシの仲間と聞くと油断しちゃいますが、刺されると痛いですよ。ああ恐ろしいや。責任を持って大切にお預かりします。ありがとうございました。さあそして与那国さん、マッチです。違います。与那国さん、あ、いや、与那国さんは与那国に飛んでる蝶かな。与那国さんって言ってるぐらいだし。与那国さんは世界最大の蛾です。羽の模様が毒蛇のように見えるのは捕食者を牽制するため。成虫になると口が退化してしまって餌を食べられなくなるため、長くても2週間しかその進化はミスじゃないのかな。そう聞くと少し気の毒にも思えますが、この見た目と大きさ、普通に気持ち悪いですね。さておき、苦手なものでも責任を持って大切にお預かり。ミノカサゴ、こいつも毒持ってるんだよね。おお、これはミノカサゴですねと。何本ものトゲと縞模様の体を持つ、いかにも危なそうな魚ですよ。実際猛毒を持っているんですけれども、食べるとうまい。まあだからこそ全力で危険アピールをしているのかもしれませんね。とまあこんな感じです。さあ今回手に入れた虫や魚たちは4月から9月も、あ、結構余裕あるね。タガメ、おお、いわゆる春から秋までって感じか。夏終わるまで、でも9月も OK だし。ガサゴ、お、4月から11月まで。もう4月、いわゆる春からの魚がだいぶ増えてるはずなんだけど、全然釣れてないんだよね。残念残念。なんか達成してるな。あった。こだわりインテリア、充実ライフ。2000マイルゲットからの、狙えバルーンハンター。あー、なるほど。バルーンハンター、これ今のうちに達成しておくと楽そうだね。普段はそんな言うほど飛んでないからね。星に願いを。さあ、じゃあね、家の中をきれいに。星来ない？流れ星来ない？ちょっとぐらい祈っときたいんだけどな。来た！連続で来ることが、連続で来ることが。連続では来ない。シュシュイ、来てる！もっとだ、もっと、もっと輝け。いまいち来る条件わからないよね。とりあえず風子が来てる時っていうのはっぽいんだけどね。まあ2個、これで足りたらいいんだけどね。なんかレアそうな星のかけらもあったね。だが来ない。さあ、じゃあ家の中きれいにしちゃいますか。
あと2つしか持てん。石ポイッとね。往生際が悪いやつ。もう来ねえよ。まずは音楽を入れよう。ケケフラメンコ。このトタケケさんがね、最終的には島に来てくれるようになるみたいだからね。スタンドミキサー。はあ、動きそう。ウィーンこれでケーキ作りも楽ちん。ピアノの丸椅子。あとはマリンバ。これはあれだよね、木琴。あれ、楽器使ったら島のミュージックが流れるんじゃなかったっけ。仕様変わったのかな。アカデミーのペナント。あっちの部屋できてる。おお、これはあれかな、十字キーで移動した方が。ほう、やっぱちょっと小さめの部屋だな。ここ寝室にしようかな。あと右と地下室と2階。やっぱ2階かな、寝室。シアタールームとか欲しいよね。邪魔だ、すっげえ邪魔、いろいろ邪魔すぎ。家も整理しなきゃな。イメチェン、髪型を変えていくスタイル。明日はドレッドにしよう。で、うんこヘア誰の頭がうんこだって。実際ね、あの現実でね、ドレッドにする勇気はないから、ゲームの中でこそドレッドにしよう。だからこれ何回やっちゃうんだよ。決定ボタンを押さないと変わらない。そしてファッション、ドレッドヘアにぴったりのコーディネートを考えねえと。よし、部屋着じゃねえか。ドレッドにバンダナ面白いね。なんかほら、クラゲみたいになっちゃった。何がいいかな。長靴はねえな。ボーダーソックス見えませんけどね。テーラードジャケット、おしゃれ。ジーパン、春の装い。ところどころ内股の女の子ポーズするのはなんでなんだろうね。帽子ない方がいいな。結局ね、長ズボンと靴履くと靴下見えないんだけど。
女装は癖になるから気をつけろ。女の子でもこういうジャケット着てる子時々いるよね。なんかクネクネしてるな。そしてろくな靴がない。見て見て、ファッション誌に取材されそう。ガイアが俺に輝けとね。スタート。渋谷に、渋谷、いや原宿、塾にいそう、塾に。イエーイ。オッケー。地面を土に。竹は使えない。ダメか。竹生やそうかなって思ったんだけど。ここをね、何にしようかな。迷う。よいしょ、おやすみ。はあ。明日はちょっと東京の方出てくっから、今日はゆっくり休むことにするぜ。おやすみ。